今日午前9時ごろに博多港の埠頭に着岸したのはイギリスの大型クルーズ船クイーンエリザベスです。全長およそ300メートル、水面からの高さが60メートル近い船体はまるで海上にそびえる巨大なビルのような佇まいです。2000人以上の旅客を乗せることができるこの船は今月19日に横浜港から10日間の日程でクルーズに出発しました。熊本県の八代港に立ち寄った後、今日博多港に到着したものです。今日午後6時には次の寄港先となる韓国プサンに向けて出発するということで、市民や音楽隊による見送りなどのイベントも予定されています。